羊のサンデーマトンナイト。2022年9月11日日曜日、本日のラジオの投稿も遅れております。ごめんなさい。どうもこんばんは、羊です。いや、なかなかね、撮る時間がなくてね、申し訳ねえ、本当に。まあ、まあ、毎週日曜20時に投稿してたんですけど、果たして20時ちょうどに聞いてる方はいるんでしょうか多分いないと思うんだけど、まあね、もしいたら、はい、申し訳ございませんということでね、先週ね、あのサムネのロゴを褒めていただいてからね、本当にちょっと気合い入っちゃってね、今まで以上に頑張ろうと思ってね頑張っておりますのでね、ぜひ引き続きね、ロゴの方を注目していただけたらなと思います。本当ね、ちょっと、あとプレッシャーもちょっとね、ありますね。はい。あ、ロゴ見られてんだっていうね、まあ、プレッシャーもあるんですけど、まあ、まあ、たまに妥協するときもあるんで、そのときはごめんなさい。はい。できるだけね、忠実に再現するよう努力するんで、はい、引き続き注目していただけたらなと思います。そして、あ、そうだ。そう、コメントも来てましたね。ちょっと、ここで返しちゃっていいですかね。今さっき、気づいてね、ゆきさんですね。ありがとうございます。バカゲーのやつに来てますね、これね。このゲーム、スコア30超えるとバグって壁が見えなくなって大変だった。そうなんですか？何？壁が見えなくなって大変？てか、まだこのゲーム、スコア30、すごいですね。僕確か7とかしか行かなかったんですよ、確か。すごいな、30。よくやりましたね。で、オーバーライド巨大メカ大乱闘100円なのでぜひ、おー、リクエストですかね、こちら。ありがとうございます、またまた。やります、絶対やります。ありがとうございます。はい、いやね、ほんとにこうやってコメントねくれる、本当にありがたいですよ。もう本当にね、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。じゃあ後でいいねとグッドボタン押しに行きたいと思いますので、はい。いやいやね、疲れますね、ほんと。日々日々。ねえ、ほんとに。まあ、これからどんどんね、ちょっと涼しくなっていくと思うんで、過ごしやすい季節にはなると思うんですけども、皆さんね、気を抜かず、体調管理気をつけて、頑張っていきましょうよということで、また来週、さよなら。